美濃国フア成長築前景手前に、東和紀殿、区画米の移行表示。左奥の電中付近に、西和犠牲の、右奥の南宮お旅神社境内付近に成長が、所在。美濃国フアは、岐阜県不和郡たる町上府中に所在する古代の、灌外石である。農美平野の西端にあり、東西を川に挟まれた美高地上に位置する。立領の,の国の中心、そして、 不破の席を管轄する役割のあった施設である。発掘調査により、美の国府成長は8世紀前半に創設され2度の建て替えを経て10世紀中頃には、廃絶しておりこの付近一帯に美の国府があったと判明している。また、成長が廃絶してからも13世紀初頭頃まで、一般集落とは異なる、比較的大きな勢力が存在したと推測されている。2006年に、 国の史跡に指定された。美の国府の存在については、和名類受賞に不和軍にあったとの中期があり、不和軍たるい町に府中という地名が残ることからそこにあったと考えられてきた。また、鎌倉時代中頃に国府成長跡を保存する目的で安律寺を建立したとする伝承があり、近世には成長跡に南宮お旅神社が創建されるなど、 国府があったと考えられる遺跡や遺書ある施設が確認できる。1957年、府中村郷土研究会の見解に基づき、安律寺付近が美の国府跡として町の史跡となった。その後、1971年までの間に地理学者の藤岡健次郎や水野寺ににより、国府の領域が考察、想定された。 三重大学の協力により、樽町教育委員会が1991年から2003年までの13時に、わたり、調査を実施した。調査により、国府の中心である、成長跡は、東西約67.2メートル、南北は時代により違いがあるが、最大約73.5メートルで四角形に、区画され、その内部には、正殿、正殿前の細長い建物の西脇戸の。 東脇田の三棟の建物跡が発見された。三刀とも当初は、掘った手柱建物で、奈良時代後半頃に、祖籍建物に改築したことも分かった。また、成長跡の南側には、須雀寺、東側には、東方管画地区が確認された。その他、硯や、牧書土器など、貴重な遺物も出土している。場所以降、遺物の順に記す。 史跡指定面積の15,906.38平方メートル内95%は民有地である。以前に、美の国府跡として町の史跡となっていた安立寺付近は2007年に美の国府伝承地として再指定された。ありがとうございます。